ちは。はい、最近ありがたいことにたくさんの方にトークさんのことを知っていただけているので、新規の皆様にも、いつも応援してくださっている皆様にも、もっとトークさんメンバーのことを知ってほしいなということで、100の質問に答えていきたいと思います。はい、一番最初は私、律木ひかるが答えていきます。お願いします。はい、秋田県産の律木ひかるです。メンバーカラーはピュアホワイトです。ニックネームは、公式ニックネームがひかるんで、仲良しの方にはるんちゃんって呼んでいただいてます。誕生日は2001年7月31日です。世界が終わる日はスノーマジックファンタジーを聴くと思います。世界の終わりさんです。焼き鳥、ぼんじり、ぼんじり、どっちも好きやけど、タレかな。いや、そんな面倒くさいことはしません。ファッツンツインテールです。もうちょい高い方が好きです。ゴムが好きです。男の方は、なんか、なんだろう、なんでもいいです。はい。白。天使になりたいので、白にしたみたいです。ちょっと信じたくはないですね。たらこ、つるつるな方です。82ぐらい。なんだっけな、先生の質問品は、前髪切るハサミと、あとなんか本とスイッチは時間がなくて、なんかやらないことも多いけど、なんか結構持っていっちゃうことが多いです。ハーモニカ、面倒くさいのでそのまま食べます。最近見た夢は、なんか、ガラス張りになってるビルがあって、そこの自分はここにいて、なんか向かいのビルがガラス張りになってて、そこでなんかマッチョの男の人がなんか撮影をしてる夢。夏、お米、豚骨、どこでもドアでお願いします。エビ、泉ピンク、キャンディーベイビーズ。好きな言葉はなんかいっぱいあるんですけど、今好きなのは、みんな違ってどうでもいいです。石川県に行きたいです。パリとロンドン。パリは普通に行きたくて、ロンドンは
シャーロック・ホームズとハリー・ポッターが好きなので行きたいです。友達が誘ってくれたら遊びに行って、あとは寝てます。5うさぎ、垂れ耳うさぎが特に好きです。あとユニコーンと白ポメです。大森聖子さんで全部好きなんですけど、ミックシュジューチとかが特に好きです。好きな絵本はティンクルとベイビーエンジェルとか、あ、ムーンとかです。現役の時は9秒台かなです。道徳、マイブームは青汁と、なんかあの人にとなんか話してる時にバレないようにチャプチャってつぶやくことです。幻、高いのがわーこれで、低いのがわーこれです。癖は知らない間になんか魔法を出しちゃうことです。服を着て恋したい、考えてること、楽しいなとか、でも基本はなんか感じます。感じる、考えるじゃなくて感じる。服恋と、あとはおぼろ花火は好きなので、それも楽しいです。あと負けない歌も好きです。えのきとか牛すじ、アクマバスター、スターバタフライちゃんです。トキオさん、みゆちゃんとか、かやさんかな。しんじゅちゃん、お願いします。君たちこいつは、そうだな、なんかその能力があったらサッカーとかしたいです。でもどっちもいらないかも。身長かな。こんにちは、いい天気ですね。福恋、なんかいつの間にかって感じです。パジャマ、雲の上がいいかなと思います。
ベイビーピンク。なんだろうな、なんだろうか、なんだろうね。最近だとちょっと前なんですけど、なんか秘密でスイッチを買ったのが高いかな、最近の。一番の恐怖、なんかそんなにしたことないんですけど、なんか金縛りにあって体が起き上がって勝手に、でなんか男の子かなみたいな、うーんみたいな鳴き声が聞こえたのが一番の怖かった話です。あら、そうだな、いろいろあるんですけど、なんか芸人さんとお仕事とかしたいなって思います。ちょちょって撮って、あと食べてる時に飲み込んで、でこっから生えてきて、で育てて、でもう一回食べての繰り返しです。女の子と男の子が一緒にくるってターンしたら、それが結婚だと思ってました。67、わかんない。合ってる。小さい時はなんか絵本をずっと読むんだったり、本を読むのが好きで、あと原稿用紙にポエムを書いてお母さんにプレゼントするのが趣味でした。お見る、なんか何だろう、なんか可愛いけど、なんか光が好きそうな感じのがしたいです。夢を叶えてドラえもん。今まではずっとジャンプをしてました。キャラメルポップコーンとカルピス氷少なめ。小学生の時は陸上部に入ってて高跳びをやってました。というのもなんか全然運動はできないんですけど、なんか選択肢がなんかバスケ部か陸上か楽器のやつか相撲部しかなくて、そう、それしかなくてって感じです。はい。で中学生の時はバレーボール部に入ってました。それもなんかお姉ちゃんがいたからみたいな感じで、あと高校の時は茶道部に最初入って、でも途中で辞めました。いや全部難しいけど、シンフォニーはハモリをしてて、それがすごい難しいです。頑張っています。中1の時に東京でスターダストにスカウトしていただいたんですけど、その時は仙台営業所がまだなかったのでお断りして、
で1年後ぐらいに秋田のイオンで今のマネージャーさんキャプテンにスカウトしていただいて、ママが同じ事務所だったから運命だわって言って入れてもらいました。もちろん好きな YouTuber はなんかたまにちょこちょこは見るんですけど、なんか YouTuber さんというよりはなんか芸人さんの YouTube とかを見てます。あとはオチユラナちゃんがすごい好きなんですけど、そのオチユラナちゃんの YouTube とかを見てます。聖子がハマってたものはおばあちゃんと一緒にひよこの成長を見るのにハマってました。ひよこがなんか近くにいっぱいいて、そのひよこの成長を見届けるのにハマってました。危なっかしいところですかね。趣味は褒められることとアメリカンコメディとかお笑いを見ることです。待つ派、絶対に待つ、待ってます。いや、でも25メートルは現役の時は泳げてました。そうだな、いろいろあるけど、なんか白米とかがいっぱいいるところ、ずっと行ってるんですけどなかなか採用されなくて、はい、どっちも好き、どっちも好きです。どっちも武道館鳴海うさぎ、白い、そうですね、まずじゃありねちゃんはなんか高級ななんか猫ちゃんで、ゆなはメヒョウで、バカリンはカピバラさんで、しんちゅうちゃんはクマさんで、カレンくんはなんだろうな、シマエナガさんとかで、ひなのちゃんがおこじょで、みゆちゃんはリスで、かやさんがライオンとかですかね。真面目にふざけるところ、大森聖子さんねかな、でも恥ずかしいなかな、でもしたいけどな。裏返し、マカロン、全肯定してくれるところ、なんかたまに違うアイドルさんとか行ったりするとこ、なんか別にいいけどね、別にいいけどね。チュペロ、
と、なんかみんなで仲良くいること、チュペロチュペロチュペロデラックス、楽しかったです。なんか適当ですみません。なんかあ、でもすごく楽しかったです。ねちゃんのこと知れたでしょうか。はい、この後のメンバーのもお楽しみに。